そう,ですかそうですねあの今年20周年イヤーなのであのいろいろあのコンサートも今、まあ、アリーナツアーが開始しまして、えー、と大阪を皮切りにやらせていただいてるんですけど、まあ、いろいろソーシャルディスタンスの形をとらせていただいたり、まあ、今までのやり方とは違ったこうもぎりをしないためにあの電子チケットに変えたりだとかあとそれこそアルコール消毒、えー、と体温を測ったりあと こう銀テープがバーンってこうライブ中とか飛んでくると思うんですけどやっぱそういうのとかファンの皆さんって全部拾いに。 来てくださるんですけど、まあ、そういう時に密にならないようにっていうこともあって銀テープをま座席に配ったりフェイスシールドを置いてみたりいろいろ全席にねそういうのを全部あの置いたりとかしてこう形はあの今までとは違った形にはなるんですけど、まあ、今アリーナツアーをさせていただいてて皆さんあのまあ音楽の力でねあの明るい気持ちに嫌なこ,うことを忘れられるようなライブができればいいなっていうことで今、えーはい、ツアーをさせていただいておりまして12月の6日で。 丸20年という形なので、まあ、20周年イヤーも楽しくあの、まあ、記念日まで12月6日まであの楽しくあの活動できればなとあ引退するわけじゃないですよ <laughs>、まあ、もちろんそれ以降もそうなんですけど、まあ、20周年イヤーなので楽しくあのハッピーな時間が過ごせればいいなと思っております。20周年に向けた今の思いを、はい そうですねまあでも本当あのあくまでも本当ね20年という数字なだけでこう毎年やっぱ音楽を作る時ってすごく楽しくあのやっぱ音楽作り制作をしてたりもするのであのまあ 期間に関係なく、まあ作品作りっていうのは多分そうだと思うんですよ。コハラペでもそうだと思うんですけど、あの楽しく制作期間をさせていただいているので、まあ20年目も21年目もあの楽しく音楽作りっていうのもやっていける音楽を好きで常に入れるような環境で、あの作品作りっていうのをやっていけたらいいなってすごく思っております。ありがとうございます。はい、小田さんデビュー20周年おめでとう,、はい、とうございます。すいません。<laughs> これから素敵なアニバーサリーつながるといいですね。はい、新曲もすごく楽しみにしています。はい